こんにちは、丸一です。こんにちは、丸一の田中です。よろしくお願いします。こちら名刺、失礼します。営業の仕事を始めて半年が経つ。宮本文庫の営業はこれで3回目だ。ここの店長は僕の話を聞いてくれないどころか目も合わせてくれないほどの頑固親父だ。今日も変わらずこわばった顔で本を読んでいました。あの、丸一の田中です。お話だけでも聞いていただけないでしょうか。何度言っても変わらない態度に僕はもう限界だった。落ち着くんだと心を落ち着かせようとしましたが、もう遅かった。あの、話を聞くときは目を見て聞くのが普通ではないでしょうか。立場考えてもの言えよ。申し訳ありませんでした。会社へ戻った。もちろんこのまま終わるはずもなかった。おい田中、お前宮本文庫のおっさんに目見て話せ言うたそうやな。アホかお前は。なあ、正論通る世の中やったらな、営業なんていらん言うてんねん。なあ、わかるや。廊下走っとるやつに廊下走るな言うてるようなもんやぞ。お前もういっぺん頭冷やしてこい。何も言い返せない自分に腹が立った。その時でした。おい田中、次から俺と一緒に行くぞ。ほんでな、俺と同じようにやってみろ。最初はな、何でも真似事でええねん。責任は俺が持つ。だからな、無理に自分でやろうとせず俺と同じようにやってみろ。そしたらな、だんだんと自分の味が出てくんねん。ほな、今日飲みにも行こうか。しゃあない、おごったるわ。ほな、さっさと着替えてこいや。この人についていこうと決めました。